こんにちは、始まりました盆予備校講師の宮川直樹です。皆さんこの動画を見ているってことは音について悩んでるのかなと思います。いろいろな防音の部材ってあるんですけども、どういう時にどういう部材を使ったら静かになるのかわからない方がほとんどだと思います。また設計事務所さんとか工務店さんなんかは実際お客様に防音室作ってくださいって言われるんですけど、どういう部材を使ってどうやったら静かになるのかわかんないと思うんですよね。で、私が一つ一つそういうものを丁寧に解説したいと思うんですが、皆様がどういうことで悩まれているのかというのが全然わかってません。なのでコメントでこんなことを悩んでますとか、こういう防音の部材使ったらどうなのかとかっていうのもコメントにしていただければご返答させていただきたいと思います。それについてまた動画も作ってみたいなと思います。ですのでどんどんコメントをいただければと思います。難しいなと思うことがあってもどうか諦めないでください。防音のことであれば何なりと回答させていただきます。コメントを見てないとかちゃんと返してないぞみたいなお話であれば、弊社のホームページにクレームのメールをいただければと思います。どうぞ皆様チャンネル登録とご視聴をよろしくお願いいたします。